書くんだよこの。そうそう。本格的じゃん。うん。で、普通のガンガムなんだよ。ガンガムで直したんだけど。おお。安倍さんだったらこのくらいだろう。このワイヤーブラシの範疇。店長はだからよく知ってるよ。やってるもん。うん。こうだね、安倍さん。で、こうやって、そう。こう。こうやってでね、この範疇をワイヤーブラシをかけて、やると。で、番線で巻いとけやさ。うん、わかった。お茶缶かアルミ缶、はい、穴開けて、パンチングプレートにして、アルミ缶作るんやろ。お茶のさ、アルミ缶がいい。アルミ缶。アルミ缶だったら、ハサミで切れるから。でもほら、安倍さんが作もした針金があるじゃないですか、アルミが。あれをして、簡単に切れるから、うん、あれ切れるんですよ。いいあれを切って針金巻いて、うん、消すんですよ、うん、そう、あの赤の部分ね、そうですよ。だからコーヒー缶のさ、飲み残しみたいなのもあるし、この端線をつけば切れるんですよ。これだけだと、それは傷口はあまりやんないで、そこを広げないで、他のところを穴が開いちゃうから、ちょっとここは狭くなるよ。何 やろうって何、今からやるわけ。せっかくだから。せっかくだからって立ち上げるやつがいるからってこと。そうだよ。やっぱり俺温度測定来たんだよ。じゃあ今やってるからついてたのね。ほっかい。いや、こっちがメインみたいな感じだけど、ついでじゃ消してないみたいだけど。なあ、古原さん、なあ。これついでかいね。ついでじゃねえじゃん。ちょっともね。何がついでだよ。皆さん、やり方どうすればいいのかね。何がついでだよ。ちょっともついでなんかじゃあれしも。やっぱあれかね、エンカルかなんかでやっぱ分かね、やっぱりね、そうじゃなきゃ穴なんか開かないよね。いや、そんなこともないんだけど、でもだってフランジが大丈夫なんじゃん、うん、フランジがいつもはフランジじゃん、うん、溶接のところがさ、うん、こんなど真ん中確かにやってるけどさ、15の網にします。ねえ、だけどこれ2トンかなんかなんでしょ。もっと4トン車これ。うん、これ3トン車だよ。これからタンク乗っける前にマフラーっていくらぐらいすんだよ。4万とか5万、高いものは7万8万するから。なるほど。ちゃんと直せるのが分かればさ、うん、まだ8トン持ってるよこれ。あるよ。車には積んでないよ。い別に。何言ってんの。なんか初さん車に積んでねえかねみたいなこと言ってるね、あいつ。何言ってんだよ。使ったん。
でこれはプツってある程度外すと切れるから。そうそうそう、ね、店長もうベテランだよ。やってないけどさ、塗るだけじゃん、はい、だけどこれだったら網使った方が、うん、そりゃ強力に直せるから、うん、そうやっちゃって、で網は中に FRP と同じで、はい、塗り込んでやっちゃえば、で外側縛っちゃえば、はい、2回縛りやればほぼ完璧に直るんじゃねえの、うん、店長の方が何回も橋さん使ってアルピナもやったしさ、トラックもやったしさはい、はい、でもほらフランジじゃんみんな。そうですね、あの時はやってんの、だから店長はあれ橋さんでそう言えば多分分かるからやっちゃってもいいんじゃないの。橋さんは塗る範囲はあそこの赤く塗ってる範囲ぐらいでやればいいんじゃないの、はいはい、木をやりながら、あっちの何だっけ温度測定、やれば、はいはい、で、あいついいとこ来たっつうんだよ誰かさんが何よっつったらマフラー修理してんだっつったら、ああそうなっつってやればっつったらさ、いいとこ来たっつったら何で、明日持ってきたっつったらどうして明日持ってくんだよ俺が何考えてんだよって言ったらさ面白いなんかさ、いいとこ来たっつから何言ってんかなこいつと思って、あれさんちょっと見てよっつったら何よっつったらトラックっつったらマフラーって言った、マフラーやるんだって何言ってんだよ、やっぱエンカルが飛んだんか ね、新しいトラックじゃんね、だってまだね、うん、あとだからこの中の排気がどうなってるのかわかんないですけど、あ、はいはい、バッフル板、はい、うん、でもアルピナあれだもんね、
2回車検とか3回車検とか持ってるんだもんね。そうですね、あの後ね、うん、出ちゃったの。あら、あ、誰かさん早いよ作業は。怒られちゃうからすごいじゃん、あの2人いると意思そう意思通じてるあ、3人いるんか、その金網切ったやつとどうしたらいいんだろう、赤いところへ全部塗って塗っちゃっていい、薄く塗った方がいいんですよね、はい、そう、なすりつけて、うん、すごいな、今日は3人で一つのあれだ、マフラーを直って、これがここにかかるんで、うん、下の、うん、そうそう、足りるかな、これだけで1回で、いや、2回だね、2回くらいしないとダメでしょ、うん、それ、だって 20g ぐらいだろ、うん、1つだもんね、うん、あ、12g ぐらいか、 20g 練ってないよね、 20g 練ったか、あのディンプルで、ディンプルであれ測ったわけじゃなくて、そのへこみで測った、じゃあ 12g だよ、1回だけだもん、電子天秤で測るにやめたん、しようと思ったらあまりにも硬くて落ちてくれなかったんで、ああ落ちないよ、だって垂れたら大変だもん、うん、そう下が見えない、そう下の方が深刻なんだよね、結構ね、え、下がひどいですね、下がひどいよね、上から見てるだけだけど、あいつ下まで潜ってちゃんと見たんかね、もう1回、もう2回ぐらいやんないと、そうだね、だから紙コップで寝ちゃった方がいいと思うよ、ああまだ網張らない方がいいですもんね、いや、張っちゃった方がいいよ、あ、張っちゃって、そのうん、張っちゃって、ブツブツ出して張っちゃって、で、最後、あれじゃない、あの、ビニール袋をかぶせて置いとけばいいんじゃない、で、ちょうどライトもがあるからさ、はいはい、ライトの余ったの やつ当てとけばさ、ちょうどいいじゃん、落ちちゃう、落ちちゃう、はい、あの、あれしないと針金、もうこの時点で針金しちゃう、うん、縛っちゃっていいよ、金網だからあれじゃない、ちょうど隙間からあの押し込めるんじゃない、あ、うん、ちょうどいいんじゃない、中目、中目、で、クール F にさ、あれは日産の1800かな、やっぱフランジがね、腐ってね、継ぎ目がさ、溶接してあるところがダメになって、ちょうど車検だったんかな、で、ここにやって、あの空き缶をタコ足みたいに切って、うん、って言ってたんだよ、はい、そしたらやっぱりさ、あいつ板金屋なんだね、最初それでやってたんだけど、フランジ、はい、板金切ってさ、自分で作ってたよ、最後は、すげえ、うん、叩き出して何やってるんかなと思ったら、形状に切ってさ、はい、で、叩き出してさガンガン叩いてるんだよ、おお、板金屋だなと思ってさそしたらフランジの、あの複製品、はい、レプリカ作ってさ、はい、で、まるっきり錆びて崩れちゃったフランジをさ、新しい板金で作り直してさ、すげえ、やり直してやってたよ、だから言ったよ、あ、やっぱりあれか、職人の意地かですよね、すいません、素人が余分なことを口挟んじゃってって
板金屋さんに古典に関わること言っちゃったよね。あ、ダメなんだ。気に食わねえんだ。言ったらなんかちょっと苦み走った笑いを笑みを浮かべてたよ。これでさ、FRP で覆っちゃうやついるんだよね、ガラスクロスで。とね、金網なんで使ってるかっていうと、強度も強くなんだけど、やっぱ熱伝導、FRP だとね、ガラスだとね、やっぱ断熱効果が出ちゃってね、断熱材巻いちゃうことになるからダメなんだよね。あ、だから、空き缶とか、このスチールの方が、はい、鉄系の方がさ、メタル系の方がやっぱいいんだよね。うん、それで、アルビナはあれだよね、よく持ってったよね、あれでね。そうですね、何年もね、2回車検通って、はい、こっち持ってきた時点でもう結構ボロボロになったんだもんね。そうですね、かなり、10年以上だった。言ってたよ、スキーに乗ってっちゃってだからスキーに乗ってかなかったぐらい大事にしてたんだよね、やっぱり。30g? 33? 40? 2回分だから、おお、20の22か。
かすりつけて僕行っちゃったよ、先生使って、うん、いいんかい、いいのかな、つけちゃうよ。あれ、ヘラかなんか持ってたよ。ヘラ店長、ゆうださん、いや、そうそう、上より下の問題なんだけど、偉いじゃん、よく寝てたじゃん、すごいね、2人も3人もいると。せっかく接種が接種が寝たよ、さっさと寝てるよ。うまく寝て、うまくなすってみて、はい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 、22g 寝たんだって。はい、あ、いいっすね。でも下がね、ちょっとなんか隙間が当たってるよ、下。このところ。よく見ると、フランジのとこもかなりあれだね。やっぱ劣化してるね。一番反対側。つなぎ目。出口の方。入り口の方。出口の方。入り口か、入り口、どっちかっていうと、はい、ね、抹茶茶になってるもんね、うん、劣化してるね、はい、潰れてるもんね、形状がちょっとなくなるぐらいね、痩せちゃってますよね。ちょっとクリスマスの方が入ってらっしゃいます。下測ってるよ、目が潰れるぐらい欲しいよね、どっちかって言ったね。ちょっと欲しいよね。だってまだ 36g しか練ってねえんだって。熱くなっちゃうとは、まあ、そうだね。分かんない。あの、自分あれだろ、錆止め塗るみたいな、塗るみたいに考えてるんだろ。分かんないから、厚みがあった方がいいものなのか、ちょっと薄い方がいいのか、薄い方がいいんだけどさ、薄い方がいいんだけど、その真ん中のところはさ、そこら辺、うんうん、そこら辺はやっぱ目が隠れるぐらいは、欲しい熱だって。あ、やっぱりあの、めくれてたりなんかしてたから。うん、そうだよね、うん、だから、塗る前から見れば全然違うもんね。めくれてたんだもんね、めくれて垂れたりなんかしてたんだもんね。その状況はよくわかります。でも目が潰れるぐらいが欲しいよね。だから 40g。 まああと 30g 寝れば大丈夫だ。 33g寝れば大丈夫。いや、結構ここに引っ込んじゃってるから、時間ないから、なるべく使えるようであれば。お上手じゃん、練り方が手早い。あの、黒とグレーだから、うん、あの、練りムラが目視で分かるんだろ、うん、そうですね、どのぐらいさ、練った半、あ、何、練り始めとさ、あの、練り終わりってすごくよく分かるぐらい違う。 あとこれ練った後の方が少し柔らかくなるので、そう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 、それで分かりますよね。そうそう、うん、だからね、初めてぐらい使うやつは、あの、どのくらい練るんですかって必ず質問するが聞くんだよ。だから1回練ると
あ、初めてこいつあんまり練ったことねえなって分かるのさ。だから、あの練った人はさ、もう、練り終わりってさ、自分で分かるんだよ。あの最初は別々なんで、片方がすごい硬いんだけど、そう、練り終わり、混ぜて混ざり終えると、あの寝ちゃーってしてくるのさ。少し柔らかい感じ。じわーっとそう、タレ、なんていうの、光沢が出るぐらいさ、なってくる。だから33g、取材 30g ぐらい練った方がいいと思うよ、うん、それで 66g だもんね。 100g 使ってないんだ。出てきた。えらい。あ、溶剤使ってるんだ、ここで。あ、そっちか。手洗ったの。33g。あら、ほんとだ。えらい。測り使った方が早いということが分かった。そうだろう。そうだろう。そのさ、ケーキプレートの量じゃないんだよね、それ、うん、取材とあれを見たら、うん、この方が早いかも。そうだよ、早いよ。ただちょっと、ね、混ぜるのはこの太さがあるんで、ちょっと混ぜづらいって混ぜづらいけど、うん、でも、よく混ぜれば、そのプラスチックのヘラで混ぜるんじゃないんだよ、金属のヘラで混ぜる。金属のヘラがないんかい。シンナーに使っているので。使ってるちょっとあれだからこっちの方が早いかなと。その方が早い。あ、下から行こう。下が濡れてないから。そうだよ。ウルバスのあれか、施工係になってる。大体そうですかね。そうか。練るのが、混合するのが苦じゃないんだ。白パテよくやってるから。白パテ軽いだろ、ずっと。軽いです。めっちゃめっちゃ。これちょっとあれだな。白パテのさ、それ4倍あるんだよ。重さが。だから。でもね、それまずは混ぜやすい方なんだよ。そうなの。なんか船の上で、うん、もっとその硬いやつ、手がつって痛くなんだもん。そうだよ、散々だよ。だって20歳ぐらいの時だよ、筋肉だって腱鞘炎になるから。そほら、温めとくんだよ、船の上。温めといてもそれ、うん、どうだったよ、それから見ればずっと使いやすい、だけど白パテ使っているっていうことが経験があると、ちょっと白パテの日じゃねえよ。白パテって
初めてのやつ、なんか、なんだっけ、紙粘土かなって思った。ああ、そうですね、なんとなく見た目はそんな感じに見えるかもしれない。全然違うんだ。そうそう、その目が潰れるぐらいの感じ、うん、ああ、こんな感じがいいよ。上手じゃん、お上手じゃん。え、そうですか。ああ、それで、ビニール袋をかけて、上からなすると、きれいにっていうのと、ベタつかないわけ、なすれるわけ、うん、その金網でさ、手怪我しないようにってだけ。そうするときれいになすりつく。でもこれ作業やりやすいよ、すごい。やりやすいと思います。いや、そうじゃなくてさ、その作業も塗って垂れないからいいんだけど、下垂れないでしょ、あのどんぐりみたいに。その作業もいいんだけど、その塗り付けもしやすいんだよ。あの場所的に暗いとかさ、狭いとかいいんじゃないけど。ねえ、アルピナのなんか、マフラーが2つ分かれててね、作業しづらかったよね。つなぎ目のところだったから、つなぎ目で暗くてね、明るいもん ね、 そうですね、見えるし。これで、あのビニール袋をかけとけば綺麗に上がるって今言った。そういうところはもうきっちゃいしかない、うん、こんな件になってりゃ何もしなくたってバッチリです、うん、綺麗で。あとライティングであとやっとくだけで、夜になれ固まってるしね。栗原さんが背後気だと間違った。そんな。測りで測ったから大丈夫だと思って。測りで測った。測りで測ったし。そうじゃないと一遍に。そうだよ。あんなディンプルでちまちま。で、もうちょっとの時ならあっちの方が。うん、そうそう、いいかなと思う。大きいとこをやるんだね。バッチリです。ここら辺が浮いちゃってるかもしれないだけど、針金縛ったら、浮いてないよ。硬化すれば固まっちゃうし、バッチリ。そうそう。で、全部であれだもんね、 60g の 6g だもんね。 66g バッチリ。余らないし足りないしちょうどいいぐらい。食べてなかったもん。そうですね。だから。先生がお昼入ってたからこっちで。そう。そう。交代でさ、飯食べて。だから、安倍さん来てんの。店長早く出てこいって。こんなん言わせて。だから言っちゃったよ。ああ、なんか誰かさんはそんなに言わせてることになくて、高橋社長どこ行ったか、どっかにあそこ行ってる、ここ行ってるとか、どうのこうのとか言ってたんだよ。言っちゃったよ。人のことを言えた時期じゃねえんじゃないのかな。たまに消えちゃいますか。消えちゃう。海の上、チャポチャポ浮いてるんかい。わかんないんですよ、それは。うんかい。だって、時々海の上、チャポチャポ浮いてる時あるんじゃない。え、そうなんですかね。ここのとこ行ってるとは行ってない。どこ行ったって言ったら、八丈島の木工だとか行ってないよ。行ってないですね、ここのところは。あ、そう。僕はたまに海行ってることがあったんですけど、今、沖縄行ってるのかなって言ってないかい。どうしても沖縄があるっていう話をしてましたよ。チャポチャポ浮きながら沖縄行ってるんじゃないのか。
麗だなと思ったら色塗ったんだ。うん、そうそうそう。ね。樹脂塗って、その後。まあ、自分が塗装したん。塗装は別ですけど、樹脂塗りだとは。ああ、そうなんだ。塗装は塗装屋さんでやったんか。いや。違う。多分従業員。そうかい。綺麗にやったじゃん。新車かなと思ったよ、最初。いや、違う。おしまいかい。いやー、これだったら好き好きだけど、やんなくたって全然 OK。 うん、なすんなくたっていいし、補助長に聞いたら確認で。問題ないと思うよ、うん、僕もそう思う、うん、アルビナの時とかさ、塗って結構隙間ができるとかさあるから、こう押さえつける意味もあって、だけどあんだけクルバーさんがよくなすったから全然大丈夫だと思うよ、うん、強引になすりつけて、うん、いや綺麗だもん、そういう意味で言うと、あの仕上げが。Thank you.
ちゃったわ。温度計もあるんですか。何よ、ほら、これ金型の温度計測るの。マグネットつくからいいでしょ。そんなのがあるんだ。全然読みちゃった、うん、確かにこうやってやっとけば分かりやすくていいか、うん、結構なかなか売ってないんだって、うん、ご注意ください。ライトが点灯しました。
車いい？フォークリフトとか行きたいと思
実際さ、自信はあるんだけど、やっぱ安倍さんの目の前でやるかやらないかはさ、大きな差ですよ。だって工場長何回もやってるじゃん、やってるけど、アルピナやってるじゃん、アルピナすごいよね、だってわざわざ東京から来てんだよ、ほら高橋社長固まってる、触ってみな、サラサラだから、ほら、あ、本当だ、え、もういいじゃんこれで、なんでお前やるの、いやだって排気ガスが当たるんだもん、いや、あの時間の許す限りやっといた方がいいじゃん、あれはまだです、まだですか、あの作業あのほとんど終了しました、はい、社長のおかげさんだよ、よく言うよ、まあ、カバン持ちだからね、僕はとんでもないカバン持ちもう、もう30分とか1時間ぐらい前、触ってね、あ、はいはいはい、
バッチリかな、うん、バッチリ。やっぱ日が差してるってもあるし、そうですね、ライティングしてるってもあるし、誰